ちょっとだけね、首が凝りましたね。はい、AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームやります。朝なので声が起きてないです。いや、枕使ってない。これ見て分かる通り枕使ってないです。合わない枕は使わない。それが私の方式です。ということで、昨日は、ジョーメイラブ午前公演とお昼にイベントがありました。見に来てくださった方はありがとうございました。そしてもうそんな私はね、もう本当にそのイベントと久しぶりの本番で多分普通に喉が疲れてしまってもう全然喋れないと思いましたので、昨日はお休みさせていただきました。さっきちょっとレシート整理してたからさ、ちょっとお財布の中、お財布に入ってるいろんなカードを散らかってます。昨日はね、もう先生に、先生っていうのは私のボイトレの先生なんですけど、ね、バレンタインデーでいただいたハーブティー飲んで寝ました。7時間は寝た。だから今日はね、めっちゃ目覚めよくて最高でした。ちょっと小銭が多いな。小遣いで使おう。ちょっとめちゃめちゃ目覚めが良かったですね。嬉しい。マジでごめんね、ほんと声が起きてないからマジボソボソで申し訳ない。ちょっとね、準備しつつショールームなので、ちょっとなんかガサガサやってますけど、ごめんね。そして本日も朝公演です。頑張る。そう、昨日のねイベントでは久しぶりにバイオリンを弾きました。
さんの方の前で弾くのも本当に久しぶりだったんですけど、だったりとか、坊ちゃん劇場ってそのジョブ選ぶ見て私のことを知ってくださった方は初めて見るというか、初めてなんか聞く方も多かったと思うんですけど、ランバちゃんバイオリンできるのすごいって言ってました。イエーイ。そう、実にちょっと1年ぶりだったので弾くのがめっちゃ緊張はしたんですけど、そう、でもまあ情熱大陸はいっぱい練習をして生きてる曲だったから、逆にもう情熱大陸しか弾けないみたいな状態だったんですけど、でも本当に坊ちゃん劇場でねバイオリン弾けたらいいなと思ってたので、弾けてよかった、すごく。しかも今回は他にもちいちゃんとカジさんと大輝さんで合奏もしたということで、やっぱ私は一人で弾くよりもみんなで弾く方が好きだからめっちゃ嬉しかったです。あとは今回は情熱大陸とアラジンの壁の向こうへっていう曲を歌わせていただきました。もうここに関しては皆さんもうちょっと2分ちょっとですけど、私の歌我慢して聴いてくださいっていうコーナーだったんですけど、そうもうねマジでね、すいません歌わせていただきます、すいませんみたいな感じで、そうちょっとね感じだったんですけど、でもはい、ジョン・マイ・ラブ以外のミュージカルの曲歌うことってなかったんだよね、確かないよね、確かねないよね、だから私自身めっちゃ緊張して、やっぱりそのジョン・マイ・ラブの歌はもう何百回百何十回は絶対に歌って、百何十回は絶対に歌ってんの、何百回って言ったらちょっと自信なくすんだけど、歌ってきてるからまあそりゃちょっとは上達してるんだけど、今回のね壁の向こうに関してはもうまあこのイベントのためこのイベントで、まあ、披露するために練習みたいな感じだからさ、めっちゃ緊張してちょっとほんと2分間ぐらい私の歌ちょっと皆さん我慢して聞いてくださいお願いしますみたいな感じのコーナーだったんですけど、はい、楽しんでいただけましたでしょうか。かゆあの曲ねめっちゃむずいなと思ったんだけど、みちいちゃんが誘ってくれたからめっちゃ嬉しかった。歌唱力ユニット会場に応援に来ます、ありがとうございます。高音域の声量が上がった本当。でもなんだろう、確かにこれまでね、まあ私の中では割と高音は得意ではあった、高音っていうか裏声は裏声だけど出すのはすごい得意じゃないけどだったんですけど、でもやっぱジョン・マイ・ラブ通して絶対そこも
どんどん強くなったなと思う。そう、あとはオンラインお話し会じゃなくてリアルお話し会の話もしてない。そのリアルお話し会もありがとうございました。そうどんどん過去に行ってるけど、そうそう過去に行ってますけど、今回はリアルお話し会で、あのうちの祖母の、あのお洋服を着ました。お下がりなんですけど、お下がりっていう言い方で合ってるよね。そう、最近ね、まあ私その祖母のお下がりの洋服をちょいちょい着てはいるんだけど、あのワンピースを皆さんの前で着るのは初めてで、まあ言うて私も着るの2回目とかだったんです。そうそう、なんかいつのタイミングで着ようか迷っちゃって、なかなか着れなかったんだけど、めっちゃやっぱね、そのもう最近になって祖母 の、まあ、おばあちゃんのね、あのお洋服が私の好みにめっちゃドンピシャなことに気づいて、そうでもっとなんかなんだろうな、あ早くこのこと知っていればよかったっていうちょっと気持ちもあったんだけど、でも今知れてよかったなっていう気持ちも大きくて、そうで多分まだねお洋服いっぱいあると思うから、その中でこれ着たいなって思う服とかいっぱい出会えたらいいなっていう感じですね。ちょっとチロチロと準備しながらやりますね。チロチロってあんま言わんのね。なんかあれ着るとめっちゃ別人だったことない？めっちゃ漏れてた正直自分。超漏れてた自信。やっぱ他のメンバーのファンの方もいらっしゃるから、初めましての人も多くてめっちゃなんか楽しかった。そう本当にね楽しかったな。ガサガサしてます。しかも私の声が小さいから余計私の声聞こえないごめんね。あ、ということで15分経ったんだ、ごめんなさい。めっちゃ短いんだけど今日はね、ここで終わります。それじゃあ配信はまた明日もやる予定ではあるので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。じゃあランキングを読んで終わるね。13位から13位、ムロキックさん。12位がヨシカナさん。11位レディオスさん。10位ケイちゃんさん。9位が広瀬マラさん。8位がカズマサさん。7位ココホルさん。6位が、違う、マサカズさんだ。8位は
で6位はたかひろさん、5位こたろうさん、4位アーティーさん、3位ももさん、2位ろみつさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、ということで今日はジョンマイラブ、万次郎さんの加藤良介さんが千秋楽でございます。そして配信もあるので、もし気になる方いたらぜひ見ていただけると嬉しいです。それじゃあ配信はまた明日、またね、ありがとうございました。